こんにちは、レトスの大野です。3月22日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。今居眠りをすれば夢を見る、今勉強をすれば夢が叶う。眠くなってから勉強しようとしても集中できないので勉強効率が悪いです。そのため眠くなる前に勉強時間を作ることが重要です。それをせずに勉強を後回しにして勉強せずに寝てしまったら、宅建合格という夢は叶いません。単に夢を見るだけです。眠くなる前に勉強することがポイントです。そのためにも、仕事が終わって帰宅する前に勉強するだとか、お風呂に入る前に勉強するとか、食事をする前に勉強するというふうに、何かをする前に勉強する習慣づけをしましょう。良い習慣が合格へ導いてくれます。逆に悪い習慣は合格から遠ざけてしまいます。できるだけ早い時間帯に今日やるべき勉強を終わらせる習慣をつけましょう。では本日の3問に入ります。 A から委任を受けた代理人 B が A の許諾及び氏名に基づき C を副代理人として選任したときは、 B は C の不誠実さを見抜けなかったことについて社会通念に照らして責めに帰することができる事由であった場合、 A に対し責任を負う、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは丸ですね。副代理人 C の不注意などによって本人 A に損害を与えてしまった場合、代理人 B が A に対して責任を負いますかっていうのが、まあ、質問内容なんですね。で、この場合っていうのは債務不履行のルールに従って処理します。つまり代理人 B に社会通念に照らして責めに帰することができる事由があった場合、これ言い換えると過失があった場合なんですね。ここがちょっと改正点で難しくなったっていうのか、ややこしくなった部分なんですけれども、社会通念に照らしてっていう文言が、まあ、追加されてるんですよ。ただ、まあ、これについてはですね、もう無視していただいて構いません。ここの後ですね、まあ、これは改正前も一緒なんですけども、責めに帰することができる、これは過失があるってことなんですね。ここで判断してください。もうここはね、読まなくても大丈夫です。飛ばしていただいても大丈夫です。社会通念に照らしてっていうのはね、気にせずに、こっちが重要ですね。責めに帰することができる自由、まあ、これ帰責自由っていう言い方するんですけども、言い換えたら帰責自由があるイコール過失がある、帰責自由がないイコール過失がないというふうに、考えていただいた方のが分かりやすいと思います。まあ、つまり過失があった場合っていうのは本人に対して責任を負うよと、代理人 B は本人に対して責任を負うよ、過失がないのであれば代理人は本人 A に対して責任を負わないよっていうふうに考えていただくと分かりやすいです。そうするとこの問題文見ると、 B は過失があったって書いてあるんですね。まあ、過失があったっていうふうに直接的には書いてないけれども、ここ責めに帰することができる自由、これは過失があったってことですよね。したがって B は A に対して責任を負うということになります。よって丸ですね。で、今回改正前の話はしてないんですけども、改正前の話っていうのはもう全然考えなくても大丈夫です。もしね、頭に入っている方は忘れていただいて、こっちを覚えてください。ただこの問題、解けない方が意外と多かったんですよ。改正前の問題っていうのは。だから、おそらく覚え直しをするというよりも、これを初めて勉強するイメージで、まあ覚えていただくという方が多いんじゃないのかなと思います。では問2に入ります。宅地建物取引業者 A が販売する宅地建物についての販売広告を受託した者は、その広告代金債権に関し、A が供託した営業保証金について弁済を受ける権利を有する、丸か×かという問題です。答えは、これ×ですね。営業保証金制度っていうのは、宅建業者と宅地や建物に関する取引をしたお客さんを保護するもんなんですね。つまり宅建業者と広告に関する取引をしたもの、例えば広告代理店とか印刷業者などですね、この方々は営業保証金から弁済してもらえません。で、今回の問題を見ると、販売広告を受託したものはその広告代金債権に関しって書いてありますよね。この広告代金債権っていうのは宅地建物の取引に関して生じた債権ではないってことなんです。だから営業保証金について弁済を受ける権利はありませんので誤りになるということになります。まあ、これは品質なので絶対得点すべき問題なので絶対解けるようにしておきましょう。問3ですね。建築基準法。
建築基準法の規定が適用された際、現に建物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で特定行政庁が指定したものについては、道路の境界線は現在の道路の境界線とみなされる、丸か×かという問題です。これ答え×なんですけど、これ非常に内容を理解しづらい内容なんですね。で、これ言葉にするとですね、本文は道路の境界線は現在の道路の境界線とみなされる。まあ、ここが誤りなんですよ。境界線はどこかというと、道路の中心線からの水平距離が2メートル。この部分の線が道路の境界線とみなされるんですね。これセットバックって言うんですけども、これ文字にするとですね、すごくわかりづらいんですね。なので、別途、動画にいたしました。この問題の内容だけじゃなくて、関連ポイントも合わせて解説しております。まあ、このように関連ポイントも一緒に勉強する勉強法。まあ、これつなげる学習って言ってるんですけども、これも効率的な勉強の一つなので、ぜひですね、行っていきましょう。で、別途動画については、この動画の下の概要欄の方に URL を貼っておきますので、そちらからご確認ください。まだチャンネル登録していない方は、上のチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。